決算なのでぐっと下がった銘柄を RS や理論株価を参考に買って上がるのをしばらく待ったりしています。今のところトータルではギリプラスになっていますが、理論株価は参考になると思いますか？まあ、理論株価っていうのが誰がどう出してるかにもよると思うんですけども、まあ、例えばそれがすごいめちゃめちゃ売れてる雑誌でそれを書いてたとすると、その雑誌を見た人は参考にするでしょうから意味あるでしょうし、それが誰も見てないとか、誰も結局買うっていうのは多数決で決まるので、それを見て参考にする人がたくさんいるならば、それはそういうそれが入った値動きになると思うんですけど、なのでその理論株価がどうこうというより、理論株価を考える人がいるかどうかを考える方が大事ですね。はい、株は心理学ってことですか？そうですね。短期は特に。まあ長期でもそうですかね。結局、美人投票みたいなもんで、みんながいいと思えば上がるんですよ。それがたとえ嘘でも、すごい技術が開発されましたみたいな。これは将来とんでもない技術ですってみんなが思えば株価は無限に上がるわけですよ。実際それが、全然大したことない技術であっても、みんなが勘違いすれば上がるわけなんで、なので、ただの心理戦みたいなとこありますよね。本当にそれは価値があるかじゃなくて、みんなは価値があると思うかどうかの方が大事なので、ただやっぱり賢い人、東大生とか京大生みたいな人が対して勝ってる人が現れないのは、多分それを見抜いちゃうんですよね。賢すぎて。なので、その本質が分かっちゃうから、そういうのに乗れないし買えないし、でもその人が株を動かしてるわけじゃなくて、他の大多数の東大生とかじゃない人たちで株が動いてるから、結局そっちを読んで売買した方が買っちやすかったりします。